霊夢。ありがとな。お前の役目はここまでだ。レイム！リムの能力は俺にとっちゃ危険なものだったのさ。俺の力もキューブにされて奪い取られたんじゃたまらねえからな。これで俺を邪魔するものはなくなった。リムはお前が仲間を呼び寄せるのを助けようとしてたんだぞ。友達じゃねえのかお前。リムが友達だと？くだらねえことを言うなよ。まあいつは俺にとっちゃ都合のいい道具だったさ。神の息吹は雨、雷、吹雪、あらゆる気象を自在に操ることができる。お前が電気を受け付けない体だとしても、鋭利な氷をまとった雷ならば防げねえだろう。おいおい、面倒をかけるなよ。逃げ出すなら見逃してやろうと思ってたんだぜ。本当さ。わかったか。俺のコテコテで掴んだものはこの通り俺の思うがままに操れる。なんだと？こんな化け物じみた古代兵器すら従順なもんだ。こんなでけえ兵器すら自在に操るか。厄介な能力だな。お前の刀と同じだ。これも俺の力さ。お前、俺を助けてくれた時にそのコテコテの力は守るための力だって言ってたじゃねえか。そいつは誤解だぜ、ウソップ。お前らを守るだなんて言ってねえ。俺のこの手が守るのは俺の夢だけだ。なんて一撃だ。骨の髄までしびれちゃいました。動けねえ。思い出の旅はご苦労だったな。コテコテの身の能力でリムを操り、お前たちの力を奪った。リムは衰弱しちまったが、全ては俺の想定通り進んだってわけだ。メモリーを行くたびにリムが弱っていったのはあなたの能力の影響だったのね。そうだな。コテコテの技はリムには負担だったようだ。リムは何も気づいてねえだろうがな。先客があってな、お前たちは後にしてやる。追ってくるなら容赦はしねえぜ。しまったわ。これってどういうことなの？
考えられるのは一つだけね。リムもキューブによって作られた存在だったということよ。嘘だろ。ありえるのかそんなこと。そもそも作られた存在って分かんねえことが多すぎるぞ。誰が、なぜ、どうやって。キューブは自然のものではない、リムが言っていたことよ。ならば誰かリムを作り出した人がいる。だがよ、この島にはリムの他にアディオしかいねえぜ。アディオに聞くしかねえな。待ってろよリム、絶対に元に戻してやる。みんなアディオの後を追うぞ。アディオを追うぞ。アディオは南の浜辺の方に向かったわ。やっと話がつながったわ。何の話だロビンちゃん。ワッフルドを研究する学者の手記を思い出したのだけど、アディオの一族とおぼしき記述があった。思い返せばワッフルドの歴史と重なる部分も多かった。なんて書いてあったんだ。差別や迫害を受けていること、海軍の追跡から逃れていること、そして彼らの故郷はこのワッフルドであることなんだ。リムの話と一致するわね。その人たちは今どこにいるの。それが一人残らずに海軍によって逮捕され処刑されたと。じゃあ、あいつがワッフルドに迎えようとしていた仲間ってのは。よし、一体誰なんだよ。そうね、もう誰もいないことになる。じゃあ、仲間を呼んで一緒に暮らすって話は嘘なのか。それなら、なぜ嘘をついたの。まさか、仲間のために海軍に復讐するつもりなの。でもそれ、リムは関係ないじゃない。どうするルフィ。アディオに会いに行く。俺たちに嘘ついてんのか敵なのか考えたって答えは出ねえからな。そうだな。俺はリムを諦めねえ。待ってろよアディオ、本当のことを話してもらうからな。
見えてるかよ、ポロロッカ。俺たちがあれほど苦しめられた海軍だ。まあ、本当ならこの力で裏切り者のお前を殺して死んだ仲間たちへの手向けにすべきなんだろうが、今は予定通りこの世界を作り直し、俺たち一族の呪われた運命に決着をつけるだけだ。待てよラディオ、お前なんか知ってんだろ、教えろ。本当にしつこいな、ルフィ。お前に撃たれたリムはこんな箱になっちまった。それはリムなのか。まあ、今となってはどうでもいいがな。どうでもいいだと？お前が何を吹き込まれたかは知らねえが、俺には邪魔だっただけだ。リムはお前のこと家族だって言ってたぞ。あいつは家族なんかじゃねえ。俺の本当の家族全て死んだよ。リム、そいつは俺が神の息吹に至るまでの単なる駒だ。駒だと？お前らがこの島で暴れてくれたおかげで俺は神の息吹を手に入れることができた。そういう意味じゃリムもお前らも少しは俺の役に立ったな。だがここからは俺だけでいい。誰もいらねえ。一人だからできることだ。俺はこの世界を壊し、正しい世界に作り直す。それを邪魔する者は全て排除する。麦わらのルフィ、お前もお前の仲間もだ。リムとの約束だ。俺はお前を一人にしねえ。ぶっ飛ばして目覚ましてやる。無駄だぜルフィ、俺はもう止められねえ。竜巻か。言ってろ。ピアッホール。スネークマン、ゴムゴムの。どうしたか。その程度の力じゃ、もっと本気でかかってこ。悪いが俺の前に立つなら消えて。はっ。はっ。テンペスタ。やってくれたわね。ディアブルジャンブ、ボアルアフレイルスペクトー。なんで私なのよ。フェザーエッグ、生まれておいで雷ちゃん。サンダーブリード、テンポン。聞かねえよ。いつでもいいぞ。三刀流、極上大竜巻。グランデ。
つ、強えな。ブルジャンブポアルアフレールスペクト。悪いが俺の前に立つなら消えてもらう。きっちり型をつけるとするか。三刀流黒上大竜巻。ウェザーエッグ生まれておいで、雷ちゃん。サンダーブリードテンポン。なぜだ、神の息吹よ。何かが邪魔をしているのか。悪いが俺の前に立つなら消えてもらう。いけるか。スネークマン、ゴムゴムの折れちゃい、うん、グランデ。よし、行くか。三刀流黒上大竜巻。ウェザーエッグ生まれておいで、雷ちゃん。サンダーブリードテンポン。俺はまだ。テンペスタ。俺は諦めが悪いんだ。ギアセカンド。
ゴムゴムの！ゲットホーク！ついに自分の意志で動き出しやがったか。長い拘束から解放されて力を抑えられなくなってる。いいだろう。思うがままに暴れるがいい。世界の終わりは今思いがけずに始まった。自ら動き始めた神の息吹は全ての大地を焼き尽くすだろう。どうだ麦わらのルフィ、お前が信じる仲間や絆でこの力を止められるか。うるせえ、こんな魚なんか叩き潰してやる。なんだよお前、怒ってんのか。何や、あれは。何かは。あれは俺が。ギアフォール。スネークマン。ゴムゴムの。キングコブラ。いつでもいいぞ。三刀流黒城大辰馬。奴が落ちたぞ。ルフィ、終わらせろ。とどめば、魚。おい、お前、おろしちまうぞ。思い出せ。三次級。いや。なんで俺があんな目に。ヘル、メモリー。生まれておいで、雷ちゃん。サンダーブリード、テンポ。俺が。ギアフォール。スネークマン、ゴムゴムの。キングコブラ。死にがいがありそうだ。三刀流1080ポンド砲。
かせろ。思い出せ。三次級。なんで俺があんな目に。ヘルメモリーズ。覚悟はいい？雷雲ラスト。いけるか？肩をつけるとするか。そっちか。三刀流奥義一大三千大戦世界。舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。壁が消えたわ。ルフィ外すんじゃねえぞ。ルフィさん、気味がいがありそうだ。三刀流奥義一大三千大戦世界。舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。ウェザーエッグ生まれておいで、雷ちゃん。サンダーブリードテレポン。思い出せ。三次級。なんで俺があんな目に。ヘルメモリー。強えな。ギアホール。スネークマンゴムゴムの
ちり型をつけるとするか。三刀流奥義、一大三千大戦世界。なんてことだ。神の息吹の明かりが消えた。手間暇かけた計画だったんだぜ、ルフィ。まだだ、まだ手はある。この世界にはまだ神の息吹のような古代の遺物があるはずだ。そいつを探し出せば俺はもう一度やり直せる。お、海岸のサニーが危ねえ。ルビー、俺はここに残る。みんなはサニーを守れ。俺にはまだやることがある。おう。そうだな、いいこと思いついたよ。ワフルドの嵐を乗り越えてなお無事だったお前の船、ありゃあ素晴らしい船だ。武装を追加すりゃ新世界の海も越えられそうだな。そこでだ、俺はサニー号をいただいていこう。嬉しいぜルフィ、お前は最後まで役に立つ男だ。ふざけんじゃねえ、そんなの俺が許すわけねえだろ。そう言うだろうと思っていた。だが欲しいものは奪い取る、それが海賊の流儀だ。お前らに合わせてやってるだけさ。そうだな、じゃ俺も今から海賊ってことにするかな。世界を滅ぼすついでに海軍も海賊も皆殺しにしてやる。あ、そうすると俺は海賊王ってことにならねえか。悪いなルフィ、世界を掌握するのは俺だ。本物も知らねえ奴が海賊を語るんじゃねえ。リムや俺たちの自由を奪うお前が王になれるわけねえだろ。何を言ってる。昔俺の邪魔をした海賊も言ってたぜ、思うがままに奪い取る、支配する、そうして世界のすべてをその手に掴んだ者と海賊王と呼ばれるのだ。さて縁も竹縄、どちらが正しいか力で決めよう。それもまた海賊の流儀だろ。アディオ、お前は何も掴んでねえし、俺も何も渡さねえ。お前が海賊を語るなら海賊として受けて立ってやる。俺はこの力で全てを掴む、奪い取る。この世界には自由を奪う目に見えない大きな手がある。その腕がこの世を思いのままに操ってやがる。クソったれたこの世の断りってやつだ。俺は散々見てきたぜ、信じられるものは何もないってことを。
の印だって、お前の魂だって言ってたじゃねえか。それがお前の信じてるもんだろうが。俺は誰も信じねえ。この世の断りを変えてやる。徹底的に破壊し尽くし、正しい世界を作り直す。軽いな、何も持たねえお前の拳は。俺の拳が軽いだと。俺は一人で夢を成し遂げる。仲間なんて初めから必要なかったんだ。だがそれでいい。こんなところで病気にやられちまうとはな。手足がしびれてまともに動かねえ。まあホロロッカの記した頃だ。すぐに嵐は去るだろうぜ。あいつは航海士としての腕も抜群だからな。そういえばホロロッカはどこだ。世界政府の高官ともあろう方がせこい話をするものだ。なんだ、何を話してる。公開処刑がお望みなんだろう。毒で弱らせてあるが殺しちゃいない。奴が最後の一人だ。大物だからな。慎重にもなるさ。俺は逃げた。いや、死にたかったのかもしれない。皮肉なことに、俺は俺たちを追っていた海軍艦に引き上げられた。護送船から逃げ出した俺は、手にした新聞の小さな記事に我が目を疑った。政府の役人がつまらねえ罪で処刑されたと書かれたその記事にポロロッカの写真が添えられていた。俺たちの200年の苦しみも、あのクソ野郎の裏切りも、すべて誰かの手のひらの上で踊らされていただけのことだった。島の裏に退避させた。ただとっとと逃げねえと。ここも危ねえ。決着がついたのか。リム、お前
元に戻ったのか。うそ、リム。いや待て、なんだか違う気もするぞ。瞳の色だ。リムちゃんは青かったが。そうね。どういうことだ。後で説明するわ。お前リムじゃねえのか。違うわ。でもあなたたちの知っているリムは大丈夫よ。銃撃は急所を外れていたから、キューブは光を失っていないわ。本当か。よかったなリム。なるほど、お前がリムの本体、あいつはお前のコピーってことか。さっきの戦いの中、神の息吹の動きを邪魔したのもお前なんだろう。そう、私が止めたの。でも結局神の息吹は自分を意のままに操ろうとする人を見限ってしまった。巫女である私も含めて。そう、世界はそれで終わるはずだった。だがこいつらの言う絆の力、俺がとっくの昔に捨てたその力は、世界を破壊するはずだった神の息吹をも叩き潰してみせた。折れるはずのなかった俺の信念もろともな。俺はお前たちの絆に負けたってことか。そうじゃねえ。リムとお前の絆がお前を止めたんだ。あなたの腕なら確実にリムの急所を打ち抜けたはず。意識して外したとしか思えないわ。さあな。俺にもミスはある。お前には負けちまったが、俺は絶対に立ち止まらねえ。いつか必ず正しい世界を作り直す。お前には分からねえだろうが、俺は一人俺の道を行くしかねえんだ。アディオ、お前は一人じゃねえぞ。いまいましい野郎だ、モンキー・ディ・ルフィ。俺の一族の証だ。島に埋めるなり誰かにくれてやるなり好きにしてくれ。うるさい海軍にもう一度俺の力を見せつけてやるか。あいつとの思い出の場所、これ以上めちゃくちゃにされるのも尺だしな。何してるんだ。おい、アディオ。バフルド、頼んだぜ。俺の家族の島だ。おい、アディオ。おい。この箱はリムなんだ。なんとかなんねえか。キューブには傷一つないわ。やはりアリオは分かっていたのかも。お前リムなんだな。そうよ、仲間思いで食いしん坊のルーティー。よかった。やったな、リム。
アディオは行ってしまったのね。あ、ほら、リム。神の息吹は破壊されたようだな。強大な力を持つ手駒が一つ消えたのは痛手だが、 あってはならない歴史は。振り回してよく飽きないわね。趣味なのよ。好きにさせてあげて。修行だ。ふーん、そんなに修行が好きならメモリアで強い敵と戦ってみる？もう十分よ。これ以上の面倒はごめんだわ。そうだ、俺たちは力を取り戻した。危ねえのはもうお断りだ。残念、お宝も手に入るのだけど。ゾロ、ウソップ、サンジ君、みんなを呼んできて。冒険よ。この流れでどうすりゃそういう答えになるんだよ。本当に行くのかよ。もちろんよ。自分の命を懸けやがれ。メモリアでこのキューブを探してみて。黄色いキューブを見つければいいのか。見つけたらどうなるのかしら。それは見つければわかるわ。まさか見つけ出すのが修行ってことはねえだろうな。どう、やってみる。挑戦する気になったら話しかけて。あとはこの荷物を積んで準備完了だ。いつでも出航できるぜ、ルビー。よし、みんなを呼びに行こう。ああ、じゃあそっちは頼む。俺とブルックでこいつを運んどくからな。よほほほ、骨が折れる作業です。私骨折したら大変なんですけど。待って、ルビー、私たちも一緒に行くわ。どうしたの？今みんなとリムのこと話してたんだ。
リムはああ見えて怖くないんだぞって。え、ああ見えて？瓶に詰められたやつがいたっけ。え、いや、あれはみんな、実はリムのことが気になってたんだって。これからはみんな仲良くできるよな。ほら、みんなリムと仲良くしたいって言ってるぞ。よかったな。もう、チョッパー、他のみんなはどこにいるんだ。あ、そういえばサンジがキャンプを片付けに行くって言ってたぞ。キャンプね。それじゃあ行きましょう。ルフィとリムちゃんたちじゃねえか。出航準備ができたみたいよ。早いな、さすがフランキーだ。よし、行こう。はいよ、キャプテン。リムちゃんたち、島の食材で軽く料理を作っておいた。俺の分はねえのか、サンジ。おめえの分は船で作ってやる。何度も見たわね、このやりとり。しっかり食べて。うん。そういや、ウソップが砂塵の遺構を見に行くって言ってたが、だが先にナミさんとロビンちゃんだ。行くぞお前ら。サンジらしいわね。でもまずは居場所が分かってるウソップのところへ行きましょう。ルフィ、もう出航なのか。ああ、準備ができた。リム、ありがとう。大丈夫よ。そっか。それにあいつもいつか帰ってくるからな。そうね。そっ。そういやお前ら、ゾロとは会わなかったのか。あいつ先にサニー号のところへ行ったはずなんだが。いや、見てねえな。きっと道を間違えたんだわ。みんな内海の方に行ってみましょう。もしかしたらそっちにいるかも。ルフィか。変なところにいるわね。出航までにこの先の遺構でもう少し鍛えておきたかったが。この先は内海。あの遺構の大爆風。あ、ごまかした。気のせいだ。いい顔で笑うようになったじゃねえか。うん、ありがとう、ゾロ。そういや、ナミをその辺で見たんだ。本当だ、近くでナミの匂いがするぞ。よし、チョッパーが言うなら確実だ。てめえそれはどういう意味だ。ああ、なんか文句あんのか、クソマリモ。ほら行くわよ、二人とも。ナミ、出航するぞ。ルフィ、それにリムも。そう、ナミ、あ、それでいつかみんなと冒険したも。リム、そうね、
それじゃあ今度来るときは。ねえ、そうよ。私は大丈夫よ。私たちが来たから。違うわ、今の私が。分かった。ナミも見つかったし、あとはロビンだけだな。ロビンなら島を一巡りしてからアディオの家に戻るって言ってたわよ。それなら今頃戻ってるかもな。よし、それじゃあ行くか。うん。何を見てんだ。この絵を見てたの。それは。そう、アディオのおじいさんも黙ってて。この冒険で。そういや、なんでお前ら同じ顔してんだ。この子は私の記憶キューブから作った。記憶キューブ。説明をすると長くなるけど、200年前、神の息吹の力を悪用す空での戦いは私たちに有利だった。でも、そう、島が落ちた時、そして私は壊れずに残った巨像たちにと同時に島。そうだったのね。なんでお前がびっくりしてんだ。だって昔、どうやらキューブを作った私の記憶のすべてを取り出せてなかったみたいね。だから私。まあいいや、分かった。お前らどっちもリムってことだな。本当に分かってる？ルフ。伝説の島、ワフルドか。でもどうしてこの島の遺跡は。もしかしたら島は全て落ちてなかったのかもしれないわね。そしてその歴史や文明は誰かに引き継がれた。じゃあハレダスさんたちにも何か。かもしれないわね。でもそうだったら嬉しい。リム、あの日みここで暮らしてた人はみんな死んだんだな。多くの犠牲を出した忌まわしい出来事が。それを隠した上にアディオたちの一族に濡れ衣を着せていた。やり口が汚すぎる。なあ、もしかして俺たちはとんでもねえ秘密を知っちまったんじゃ。そうね、大変な秘密ね。そしてそれは歴史の真実。自らの故郷を滅ぼした悪逆な一族と言われた彼らの冤罪がすぐに晴れることはないだろう。いかに自分たちに都合のいい歴史を上書きしようと、私たちが真実を知ったことにも
だから私はこれからも冒険を続ける。頼もしい仲間たちと共に。どうしたんだロビン？なんでもないわ。行きましょう。よし行こう。アディオやルフィたちが来るまで今はあなたもいる。神の息吹はもうないけど、心に嘘をつかず、時に意見が分かれたり、全部みんなが私に教えてくれたことよ。ああ、俺たちは友達だろ。リムが困ったら俺たち。そうだね。そうね。レディの危機には駆けつけるのが男だ。このウソップ様が。は、安心して、いつでも呼んでくれよ。またいつか会えたらうまいもんを食わせてやるぜ、お嬢さんたち。この島の遺跡は貴重なものばかりよ。大切にしてね。将来島民が増えたらお前の英雄譚を話してやれよ。俺の活躍も頼むぜ。ワフルドの風は強いから体を大事にしなきゃいけねえぞ。二人きりで支え合うのか。スーパー泣けるぜ。負けんなよリム。よほほほほほ、リムさんに教わった救いの日差し大事に奏でてまいりますよ。モヤン中将、なんで報告書捨てちまうんだよ。大佐ちゃんに怒られるぜ。いいんですよ、出すのはこっちの報告書で。ああ大佐ちゃん、でもよ、そっちの報告書にはあの子らのことも巨大兵器の残骸のことも何にも書いてねえじゃねえか。うるせえ、さっさと報告をあげてこい。面倒なものを押し付けやがって。おいアディオ、お前生きて戻るんだろうな。お前が帰ってくるまで俺の目が黒いうちは何とかしてやるよ。アディオはいつかあの島に戻ってくるのかしら。生きてりゃ戻ってくるだろう。あいつはリムを置き去りにはしないと思うぜ。ああ、そうだな、簡単にくたばるやつじゃねえしな。アディオ、早くリムのところに戻ってくるといいな。そうすりゃリムも寂しくなくなるだろうしな。そうね、
アデオが戻ってリムが孤独で亡くなるのなら、それだけで私たちのワフルドの冒険も無駄ではなかったと言えるのかしら。そうだといいわね。でもワフルドは本当に変わった島だったな。そうだな。それにメモリアの旅も大変だったぜ。でも自分たちの過去の旅をもう一度なんて興味深い体験でしたね。今の俺たちは過去よりも未来だな、ルフィ。ああ、そうだ、海賊王に俺はなれ。おい、できたぞ。ワフルドの食材を厳選した俺の特別メニューが待ってるぜ。うおー、うまそう。お兄ちゃん、あ、ちなみにするか。